やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。さくら9時に来るって言ってたから、あともうちょっとで来んのかな。なんか今チャリこいてて、もうすぐで着きますって言ってるコメントなんで、じゃあもう一戦行くか。いやいけねえだろ、悲しすぎだろ、俺たちがこれで行ってたら、帰ってきた時。ちょっとじゃあさ、ちょっと贅沢言っていい？何？ミット教えてよ。そんな俺にミット教えてはさすがのかなちゃんでも贅沢だよ。いや、じゃあやめます。あ、嘘。ちょっと 1v1 して悪癖見つけてよ。1v1 とかちょっと緊張する。やめよ。怖っ。1対1とかいいよいいよ。分かった、教えてあげよう。多分ね、連戦あんま上手じゃないから 1v1 はまずいな。普通に負けたらよくないなこれ。でも僕本当にもう殺す気でいくからね、本当にもう。いやいや、そりゃそうよ。あれだけど俺のプライドもあるから、かなちゃんのもうモチベーションとか関係なくもうボコボコにするけど。でもね、僕ボコボコにされたからモチベ上がるよ。あ、そうなんだ。逆にボコボコじゃなかったらがっかりしちゃうから。アサシン好きだよ。あんまうまくないけどいやな、この前しかも結構スコア良かったしな。でもね、集団戦ガチでへこんだ。そうなんだ、アサシンだからね。なんかうまくいかなかったんだよね。むしろ僕がワンピック取られるぐらいの。ライ様がめっちゃ優しかったんだけど、僕ライ様にチクチクされたら多分もうアサシンプレイできなかったね。多分もう震えて。優しかったなと。ライ様マジで優しかった。僕のモチベの8割はライ様が保ってたよ、あの日。どういうことだ。いや僕もさ、あんまちゃんと知らないんだけど、ライ様って結構チクチクのイメージがあるじゃん。あれがすごいんだがね、言われがちじゃない、チクチクとかって言われがちで。事実だね、事実。僕まだそのライ様のチクチクを実はあんまり見たことがなくて。じゃあ本当にいいのかもしんない。だったらうちのリスナーはライ様すげえ優しい人って思ってる。ちなみにああ、それ解釈違いですね。それやめよ、よくないなその解釈違い。絵描かれちゃうから。それとウェーブをね若干触んないと。今こういう状況がめっちゃ悪いんだよね、その CS 取れないで。こういう CS 取るときにチャンブとか食らっちゃって腹つくらうから、こうやってタワー下ってもうこれ触れないじゃん。これ不快だよね。そう最序盤でウェーブをタワー下に押し込まれるって不快度が高いから、ちょっとは触った方がいいかもしれない。頑張ってコントロールするみたいなことを。そうだ、そのあれだ、ちゃんと前後当ててくるタイプの人か。そうやん。よし。本当にもう許さないからね。よし。こんなんなったらだってあかんよ。どうしようもないって。あんなんキルとか。ミキター何してる父さん。あ、でもこれ知らないんだ。これはさすがにね、さすがのかなちゃんといえど。これですか。リコールです。リコールですね。Eフラッシュができなくなってる俺、あまりの。やばいわ、このゲームずっとやってれてやばいんだな。なんか横行ってたね今。横行ってた、ずっと飛んじゃった。マジかよ、ちょっとショックなんだけど。ちゃんと。で今これかなちゃん大チャンス。俺5でかなちゃん。そんなね、安い挑発に。やめろそういうのやめなさい。VC ありきのロールやめなさい。いいよね、アーリってレンジも高いし安定ジャンプだよ。安定してていいな。当たんねえ、スキルマジ当たんねえ。いやーやめてよ、やめて。これですはいさ、ちょっと待ってね。もうすぐ死ぬから。ワンブイワンしてですか？どっちの話だ？よし、じゃあ俺もちょっとデサーチしておきますね。逆だ、来た。終わった。終わった。いきますか。よし。バロの口になる前に終わった。マジおもんね。ああ、思うんだよ。ここにしたらって。思うんね。バロ。またやってよ、今度。やろ。練習しときます、もっと。全然やろ。いきますか。いや、ボドカさんが D1 ちょっとマジでビビったな。なんか配信開いたらなんかダイヤになってたな、ボドカさん。いや、うまいよ、やっぱボドカさんは本当にうまいプレイヤーですので。どうしたなんか、大丈夫ですかなんか弱み握られたこの週末に。ボドカさん、本当にうまい。やっぱ理解が深いよね、ラウンド制 CS というゲームに対しての。どうかされましたか彼は報告とかもすごいよくて、死んだ後全然喋んないんですよね。人質捉えてんだ、絶対に。基本的に、そうか。死んだ後全然スコアが悪い時も一切喋らないことで味方の士気を下げないっていう。上げもしないけど下げもしない。そうなのか。ジャンパーやったね。さっきオペ持ってる時カナカナクソうるさかったけどね。なんか。全然いましたと。置いていいんだよ。当たる気がしない。オペがわからない。置いてていいんだよ。いや、俺は動かない。それまずいから。俺は動かないよ。落ちて。分かってる。息吸って。吐いて。大丈夫。動いちゃダメ。動かない方がいいよ。動いちゃダメ。落ちてさ、助手席におるやつやん。焦らすの大好きなんだよな。焦らされたら切れるっすか？いや、普通にブロックする。もうあれなんや。ガチ深いよね。そういう感じなんや。プラチナさんの僕言うのもなんですけど。お願いします。俺どっかでフェニックスやっていい？聞こえてたよね。どっかでフェニックスやっていい？びっくりした。今聞いたもない。2人ともじゃないんだよね。ピックをされることを良しとされてるマップってどこなの今？どこでも行けんだが。違う。だけ強いって言われてるね。どこでも行けるって。俺を信じてくれ、一回。ここで一回判断しようよ、ここで。どこでもできるのがフェニックスだから。どこでもいけんだね。B、壊されたおっちゃ。今、一回ちょっとよくない。めっちゃいる。かなちゃん、後ろめっちゃ来るからね。泣くかな、こいつ。ここだ。B外すね、これ。えおい。一人いるけど。あれは切り返しはないだろうと読んでのプララ。行きまーす。やば。あと30秒。右。ある。おい。うわー、強ウルト。おい、ナイスー。イエスイエス、あざっすあざっす。遅いね、フェニックス。うるさっ、俺がめちゃめちゃよくやったって。違うね。オッケー。速度がね、思ったよりも回復速度が遅いんだなって。だから性能の話ね。ウィナイス、うますぎ。あ、じゃあ足でも殺せんだな、チェンバツー。最高の10度見てない。笑顔は癖だね。すげえ。本人来たって。マジで今すげえ。ホロトフで味方も回復したいのにな。やってみるのありだよ。いや、やめて。うわー、入ってます。オッケー。ドラえもんいたな。B も一人いる。ささんってさ。トロールされたら結構怒るタイプ。ちなみに俺全くことない。俺がトロールだから大丈夫。遊びたいのか相手になる。全部オペくれ。オッケーオッケー。全部散ってる。あ、もう刺されてる。ナイス。うーっと危ねえ。死にかけた危ないよ。でもスタさん、はい、絶対死んだ方が良かったよ、そのルート。いや、これ B かな。スタさん取るオーブン俺全部落ちていまして。やばない、なんか伝説じゃない。もうなんか前半で4回ぐらい使ってないウルト。カバーする。こらちゃん、ガーちゃん、だからそれはもう今ライオンをバックから落としたコライオンです。あなたは今言ってください、詰めてください。あなたコライオンですよ。わかりました、わかりました。仲間は死なせない。いやよろすり伝説来て、ちょっと追ってる。ナイススタンミワールドになるのか。お、こっちだろ。ああ、なるほどね。ナイスナイス。ちょっと壁事故っちゃうからさっきみたいに。事故じゃねえだろ、事故じゃねえだろ。もしかして俺が守ってる逆サイトでなんかとんでもないトロールクリロがやってる。すごいことしてたんだから。ミス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 か。ありがとう。これで僕蘇生あるから、スタさん。まあオーブ取んなくても死ねばいいよ。ここら辺でさ、死んだら、敵設置壁を妨害して僕、蘇生壁たけるから。わかった。大丈夫よ。A に不死しておるからね。通過見れるようにしようって、スタさん。ここ。全部。B 多くね？ OK、頼む！ OK。あ、これ蘇生取んないわ。あ不死鳥が死ぬの？タイトル詐欺やん。これしとんねえわ。それ右から来るかも、気をつけて。A1 近い。 A っぽいっすかそれ。それどうすんだよ。すごいちょっと何してんの。なんで死ぬお前やフェイドルト来たかと思った、うるさすぎて。イーブンやったからな、今。イーブンや。敵も俺も足を聞こえてなかったもん。話し合わん？一旦、誰が悪かったか、スタさん。いや、お前や。ああ。僕なんだ。僕でも一応、9の10。セイジ。え？それスコア持ちなさい。違うだろう。スタさん。10ですもしたんや。ウルトめっちゃ溜まったな。5ラウンド取ってるのにかけ笑ってる。10ですしてる。バイパローらしい。敵残り1名。お前カードいる。回ってる。こっちまた今一瞬。危ねえ。負けかけた。危ねえ。よかった、勝ってよかった今な。危ねえ。エブレタ。ナイス。死んだらもう本当に泣いてたよ。チームみんな。フェリックス。これ本土だけ入れて B っていいっすか。あ、ドライで入ってもいいよそれか。ああ見てるよな、うめえな、見てるよな。裏も怖いから気をつけて。僕も前出るわ。ヘブンにいる。ありすぎる。いやーごめん。ナイス。インサス会場に聞こえたら。勝ちに行っていいよ。さくら。ノータイムです。出ていいよ。ナイス。ナイス。いや勝つかフェニックスで。いや勝ったね。輝いたね。アイスボックスはじゃあフェニックスでいこう。マジ？それ一個ずつやってくの。全部出さしてよ別に。プラクチャーと平文だけはもう絶対に譲らない。